IT-1、IT-1 IT、ロシア語は、ソビエト連邦軍の対戦車ミサイルを主武装とする、駆逐戦車である。ロシア語では、誘導式のミサイルでも、ロケットと呼ぶため、ロケット戦車とも呼ばれる。1960年代、誘導式のロケット兵器、ミサイルの発達に従い、西側諸国では、 対戦車ミサイルを搭載した戦車駆逐車や戦車の手法からミサイルを発射できるガンランチャーシステムが開発されたソビエト連邦でも同様の兵器の開発が行われていたガンランチャーシステムを用いた手法を装備する砲塔を持つ車両が開発される一方 T-54、55などの戦車を用いた実験では砲塔後部にラックを設けてロケット ミサイルランチャーを外部装備る試験が行われていたが、より本格的なロケット搭載戦車である IT-1 は、専用に開発された 3M7 ドラコーン帯戦車ロケットを主兵装とし、専用の方等認得式に搭載した本格的な駆逐戦車である。IT-1 を誕生させた既存の主力戦車の発展型として、 誘導装置付きロケットの発射装置を搭載した本格的な戦闘車両を開発する計画は1957年より始まっており、当初は第183工場により T-54、55戦車の車体を用いたものとして進められたが、同年には T-55 の発展型である後継車両の試作車、オブエイクト165が完成し、実用化の目処が立ったため、 翌1958年には、オブジェクト165、後の T-62 と同様の車体を用いるものとして修正された。オブジェクト150の名称が与えられた車両の開発は順調に進み、1964年4月には2種類の試作車が完成して、隠しテストが開始された。1964年の末までに94回の 3M7 の死者が行われている。テストの経過は軍を大いに満足させるもので、1965年、IT-1 の正式名称が与えられて、生産が開始された。実戦部隊としては、ロケット戦車大隊としてベラルーシ、シロロシアに2個大隊が編成されたが、部隊配備されて、実際に運用が開始されると、3M7 ドラコーンは大きく重すぎる点で、 不評であり、小型、軽量で手軽な QM14 マリュートか、AT-3 サガーが大量に配備されたこともあって、戦車を流用した、専用の車両を装備することの存在意義が失われ、生産数は1968年から1970年までの間に約60両に止まり、それ以上の生産は行われなかった。エンジンを GTD-1000 がスタービニエンジン、 出力一百馬力に換装した i t 一 t も開発されたが、試作のみに終わっている。配備された車両も生産完了の地ほどなく、部隊から引き上げられ、編成された二個のロケット戦車大隊も解散した。引き上げられた i t 一は、武装を撤去され、多くが装甲回収車 i t 一 IT t ITT に改造されたが、これは回収車両としては、 能力不足で、砲塔も完全に撤去した仕様の BTS-4 ボルト、回収車に再回収され、T-62 を装備する、戦車部隊などで使用された。走行回収車に改造されなかった一両の IT-1 が、クビンか戦車博物化に現存している。IT-1 の最大の特徴は、密閉式の旋回砲塔に収納式の、 ミサイルランチャーを搭載した点である。そのため、外見は原型となった T-62 から手法だけを撤去したような得意なものとなり、ミサイルを射撃姿勢に展開しなければ、何のための車両なのか判別しづらい、独特のスタイルとなった。砲塔は、通常の戦車と同じく電動、または手動での旋回が可能である。搭載する対戦車、 ロケット、ミサイルは、自動装填式で、砲塔内で装填後に、砲塔上のハッチから、発射アームがせり出して跳ね上がるように展開し、射撃態勢に入る。ミサイルの予備弾は15発が搭載されている。照準装置には安定装置が装備され、赤外線暗視装置により夜間戦闘も可能であった。3M7 ドラコ音対戦車ミサイルは無線を用いた、サクロス。 半自動指令小巡戦一致式方式の誘導装置によって目標に飛翔する。最大射程は3300メートルで、記録映像では、第二次世界大戦中に捕獲したドイツ軍の EE、合、e、戦車を標的に射撃実験を行い、撃破する様子が見られる。試験では実に96.7%という高い命中率を記録したという。主兵装である、 ミサイル発射装置の他に、砲塔前面左側には、PKT 7.62mm 機関銃が、副武装として装備され、弾薬2000発を搭載した。IT-1 は、当時の主力戦車であった T-62 から車体を流用しているため、同時期の西側ミサイル搭載型戦車駆逐車や、ソ連の総輪式ミサイル搭載装甲車などに比べて、非常に装甲が厚く、 平たい形状の砲塔は、飛台形視も良好で防御力が高かった。T-62 と同様種のオケル装置を用いた潜水と消能力も有している。ソビエト軍では、IT-1 の他に、台風対戦車ミサイルを装備した、ガンランチャー式の手法を装備する、オブイエクト757、オブイエクト775といった各種のロット戦車を開発。 試作したが、いずれも試作の段階に止まっており、量産され、実戦部隊に配備された車両は、IT-1 のみである。これは、不評が傾向する、もしくは、軽車両に搭載して運用できる軽便な対戦車ミサイルが発達すると、走行防御力で混ざっているとはいえ、大型、大重量の戦車車体に、構造の複雑な発射装置を搭載した。 戦車車両を運用する利点が低下したためで T-64 や T-82 搭載される 125mm 格好砲より発射する QM119 といったガンランチャー式の対戦車ミサイルに発展した一方で IT-1 の退役以後はロケット戦車がソビエト、ロシア軍の戦闘兵器として用いられることはなかった。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。